J2 の京都サンガ会 C は9日、トップチームの2021シーズン、監督に、総高司祭、長、喜寿氏が就任する、都が決定したとして、発表を行った。今シーズンの J リーグはダゾーンで、いつでもどこでも簡単視聴。1が無料を試し実施中、京都は3試合を残した今季、J2 で、現在6位に位置しており、来季 J1 には昇格でき、いことが確定。7日には実る高齢中監督が、契約満に伴い今季限りで退任することを発表してた。総高司祭氏は2012年から湘南ベルマーレで、監督、務め、2度の J2 優勝と3度の J1 昇格、2018年、ワイビシルバンカップ、勝ちなどの実績を残した。だが、昨年8月にコーチ、グスタッフや選手に対するパワーハラスメントを行っていたとの疑惑が報じられ、J リーグ、よって、パワハラ行為が認定されて、処分を受けた後10月に退任。公認 S 級コーチライセンス1年停止の処分が下されていた。京都公式サイト通して監督就任のコメントを述べた総高司祭は、まずはじめに昨年自分が起こしてしまったラスメント行為に関して深くお詫び申し上げますと謝罪。その上でオファーを出した京都に対する感謝の思いを表した。ここ京都は自分生まれ育った町です。そのクラブから一緒に身を目指していこうと言葉をかけていただ、たことはこの上ない喜びです。この1年で学ん、スタッフ、選手一人、カズとの気持ちや思いの異部分まで理解する姿勢を大切にしながら、どの皆さんと共に、スタッフ、選手全員と、糸口にサッカーそのものの楽しさや素晴らしい、をとことん追求し、繰り広げるフットボール、歓喜する瞬間を、たくさん見せ続ける。これこが、全身全霊をかけて、成し遂げなければなら、い最大のミッションだと感じていますとそう、祭祀は続けている。りょう。